ホルスト・ディーター・ヘッド・ゲスはドイツのサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ヘッド・ゲスは地元のサッカークラブ、ライター SV でサッカーを始める。17歳でボルシア・メンヒ・エングラットバッハのユースチームへ入団すると1963年にレギオナルリーガに所属するトップチームでデビューを果たし、ヘネス・スバイス・バイラー監督の下で出場機会をつかんだ。 1964年に、ブンデスリーガのベルダーブレーメンへ移籍し、移籍初年度の1964から65シーズンにはリーグ優勝を経験した。彼は1対1の場面での強さから、アイゼンクスの異名で呼ばれた。ブレーメンでは、これ以降はタイトル獲得はならなかったが、リーグ1420試合出場し55得点を記録した。1978年に、 現役引退後は、ブレーメン近郊のアマチュアクラブでプレーを続けた。西ドイツ代表としては1965年3月13日に行われたイタリア代表との親善試合で代表デビュー。その後はレギュラーに定着し、1966年の FIFA フフワールドカップイングランド大会準優勝、1970年の FIFA フフワールドカップメキシコ大会3位入賞に貢献。 1972年の UEFA 欧州選手権1972では決勝のソビエト連邦戦でスタメンに名を連ね、同国の大会初優勝に貢献した。1974年の FIFA フフワールドカップ西ドイツ大会では一次リーグの東ドイツ戦を最後に出場機会を失いこの大会を最後に代表から退いた。ヘッドゲスは西ドイツ代表として 国際 A マッチ66試合出場1得点を記録したキャリアスタッツアットフスブルデイトンでありがとうございます。